どうも、りょうたです。ということでね、今日は、今夕方なんですけど、履修登録でもしようかなと思ってね、今から履修登録をしたいと思います。でね、まあ僕はね、現にね、東洋大学という場所に通ってるんですけども、東洋大学ね、なんか春学期はオンライン授業になったんですよ、ずっと。なのでね、そのまあオンライン授業なんてはあるんですけど、まあ適当にね、単位を回収したいと思います。おやつですね。ほろ酔いの白いサワーです。ちょっと飲みながらね、おやつ、まあ、夕方だからちょっとちゃんとおやつね。これわらび餅、わらび餅とほろ酔いサワーを飲みながら履修登録したいと思います。まあね、お酒飲みすぎると、ね、何履修したか分かんなくなってね、なんか落胆してしまうんで、まあ記憶があるうちにね、履修登録しておいてさっさと終わらせたいと思います。これね、最近ハマってるんですよ、わらび餅は。うん、面白い。でね、僕はね、あとね、何単位取ればいいんだろう。あとね、14単位ぐらい取れば余裕だから。で、なんとなくね、目星は決めたって。あれどこだ。まあ一応ね、これが成績表で、これが前回の秋学期まで、3年の秋学期までの成績表で、あとは、シラバス。ね、さっきね、シラバス見たら、春と秋にね、一コマ、まあ一コマじゃないかな、合計で4単位の、専門科目取らないといけないみたいな書いてあって、で、僕なんか専門科目とかね、結構ね、余裕にクリアしてて、卒業要件はあと4単位、あ、4単位じゃないわ。あと15単位取ってくださいっていう、ルールしかないんで、さっき一応ね、予習したんですけど、この、基盤ばっかっすね。だから経済学部の授業は今回1個しか受けない。この水曜の、あ、もう水曜とね、木曜日しか行かないっていうふうに決めてるんで、行かないっていうか、もうオンライン授業だから、いつ受けてもいいんだけど。あ、しかもなんかオンライン授業で、しかもなんか動画残しといてくれるって書いてあったから、シラバスに。だからぶっちゃけね、いつね、見てもね、まあ、いいんだけど。別に、まあ暇な、だからなんか面白そうな授業が水曜と木曜日にあったからね。それをまあ今回取りたいというわけです。これね、水曜ね、まあ僕夜の大学だから、夜は水曜のね、予言に4567と木曜の567取るんですけど、留学の勧めってやつかな、これまあ楽だろ。で、まあ5限はこの全学総合ね、結構人気あるから、まあ、オンライン授業だからね、なんか教室の規模とか関係ないだろうし、抽選になることはそうはないと思うけど、まあ、こういうね、落胆はね、結構ね、競争率高いから気をつけていきたいところですね。あとこの6限の地域支援ね、これね、前回秋にとって授業を全く聞かないで、で、なんかプリントが毎回の授業配布されるんですよ。で、配布されてそれを持ち込みカードバッて受けたら単位を引取れたっていう、これ自分で見つけた楽なんですね。これはもうね、絶対取れる。まあ今回オンライン授業だからルール変わるだろうけど、まあそれでも先生の性格上ね、難しくするみたいなことはないだろうから、まあ大丈夫。で、7限はこれね、多分楽、まあ楽か分かんないけど、なんか7限はね、経済哲学みたいなの取ったんだけど、これは多分楽ではないけど、まあ専門科目の中だったら、まあ勉強してれば取れるかなって。まあ経済学部にも2つ種類があるんだよね。なんか文系の経済学部と理系の経済学だから、理系の経済学っていうのは計算しないといけないわけだから、絶対計算問題って、だから最後テストがあるわけなんだけど、経済学のまた別のジャンルね、歴史、経済学の歴史とか、あとは経済哲学とかなると、基本的にレポートが多分ね、まあ俺の予想だけど、レポートが多くなるだろうから。テストとレポートどっちが楽かって聞かれたら、絶対レポートの方が楽なんで、ね、例えばレポートで3千字書いてくださいってなった時に、3千字なんてぶっちゃけ、まあ2時間あればできるやん。でもテストっていうのは2時間勉強して、そっから1時間のテスト受けないといけないから3時間必要なわけじゃん。めちゃくちゃコスパ悪くない？テストって。絶対ね、レポートやった方がいいわ、そんなんだったら。シラバス見た感じは、水曜日にテストがある感じはしないんだよね。まあ、いやでもね、ないと思う。で、テストって言っても、暗記するテストはない。だから、レポート系のテストはあってもしょうがないと思ってるから、レポート系っていうか、論述系ね。論述系のレポートはもうレポートじゃんだっても言っても、論述系のテストは。レポートみたいなもんだから。まあ、それを除けばもうテストはゼロに近い。まあ、今回、経済学の授業はまともに取ってないから、計算系取ってないのよ。マクロ経済論とかマクロ応用みたいなやつ、ミクロ応用みたいなやつ取ってないから、多分ぶっちゃけそんな勉強しなくてもいける。で、
木曜日は総合ってやつね。これ総合めっちゃ楽よ。俺秋に撮ったんだけど、これ秋ね、秋に撮ってなんか絵描いたらよかったみたいな。で、社会学史、これはね全然適当、なんかシラバス見てて、まあこれが一番まともかなと思って撮ったやつ。でもこれ経済学部のね授業じゃないから多分楽よ。で、7限は心理学ね。まあ心理学個人的な見解だけど、ぶっちゃけ経済学部の人にその心理学とか社会学とか別に別ジャンルのことをまともに教えよってさ、教授が思わないじゃん、どう考えたって。まあ、経済学部の先生は経済学部の人にちゃんと教えよと思うけど、例えばだけど極端な話、医学部の人があの経済学の勉強したとして、そのまともに勉強するかって話じゃない。だって専門ジャンル全く違うから、先生も手を抜くよね多分、あの本業と比べたら。だから別に別ジャンルの授業は、まああの何ていうの、ぶっちゃけあの最低基準だから出席と、あとまあ最低限レポートしっかり書けば受かるかなって自分的には思ってますね。1,2,3,4,5,6,7,7個までから14単位取って、まあフルターン頑張ろうかなと。ちょっと登録実行ボタン押しますわ。まあ、抽選があったらね、まあしょうがないけど、まあ多分抽選ないでしょ、オンライン授業だから。春学期ずっとオンライン授業って書いてあったからさ、なんか遅いよなオンライン授業っていうのは。3月ぐらいに行ってほしかったわ。そう、俺あの定期買っちゃったんだよね。俺定期買ったからさ、半年分の定期無駄にした。マジで意味なかったわ。言うの遅くない、東洋大学登録したらね、もうあとは余裕だから。来週あの4月の27日から大学始まるらしいから、オンライン授業でね、まあそれまでにね、あのネットの回線だけ頑張ってつなげて、この MacBook だけをね手入れして終わらせたいと思います。じゃあまた、バイバイ。